三つ部をご覧の皆さん、こんにちは。今日は下総航空基地に来ています。今回は海幕広報室の大久保山荘が案内してくれるみたいですね。何を紹介してくれるのでしょうか。それではタイトルコール行ってみましょう。こちらのヘリコプターでの任務に同行させてもらえるみたいですよ。こちらが今日私が搭乗する MCH101 というヘリコプターです。 MCH101 ヘリコプターは全長が 22.8m ある海自最大の回転翼機で、岩国航空基地の第111航空隊で運用されています。 MCH101 には輸送仕様、掃海仕様があり、今回は市ヶ谷ヘリポート、横須賀地方総監部ヘリポートの完熟訓練を実施する輸送仕様に搭乗します。まず訓練前に経路などを確認するブリーフィングから、安全を確保するためしっかりと飛行前点検、そして搭乗員などによる規則整列が終われば、いよいよ訓練開始です。さあ、まずはメインパイロットがシグナルマンに合図を送り、エンジンをスタートしていきます。そして大久保山荘も登場します。ちなみにヘリコプターでの訓練は初めてだそうです。メインパイロット、コパイロットが計器のチェックを行い、エプロンから滑走路へ移動します。いよいよ離陸です。滑走路上を飛行し高度を上げていきます。左に旋回し、目指すは防衛省市ヶ谷方面。大久保山荘もテンション上がり気味ですが、今日の天気はあいにくの雨、操縦も大変そう。やみましたね。そしてスカイツリーが近づいてきました。高さは634m、すごく近くに感じますね。さあ、そろそろ最初の目的地市ヶ谷ヘリポートに到着します。旋回をして防衛省庁舎が見えてまいりました。これから市ヶ谷ヘリポートに降下を開始します。ヘリポートが徐々に近づいてきます。さあ、うまく着陸できるのか、緊張の瞬間です。
着陸しました。今回の缶詰はいかがだったでしょうか。次回ヘリコプター MCH-101 で東京上空を飛んでみた後編は横須賀地方総監部を目指します。チャンネル登録よろしくお願いします。